日本の観光が再開されて以来、東京をはじめとする国内の多くの観光地で、世界中の有名人がよく目撃されます。そして、自分たちの結婚記念日を祝うために日本を訪れた世界的なセレブの夫婦がいます。それは、インスタグラムのフォロワーが3億人、YouTube の登録者が7500万人にも達するジャスティン・ビーバー夫妻です。最近、ジャスティン・ビーバー夫妻は結婚記念日を祝うために日本旅行をしたと言われています。ジャスティン・ビーバーの妻は、日本で住みたいというほど、日本に対する愛情を見せていました。しかし、彼らの幸せな日本旅行に怒っている人々がいました。それは、中国人です。彼らは、偽物を楽しんでいるあなたたちが哀れだ、として、ジャスティン・ビーバーと彼の妻に対して無差別に批判をしていました。一体何が起こったのでしょうか。これから詳しく見ていきましょう。2008年に7トラックのデビューアルバムがアメリカ国内で成功を収め、認知度を高め始めたジャスティン・ビーバーはすぐに10代の偶像やアイドルとしての地位を確立し、世界的なスターが誕生したことを告げました。現在も国際的に最も成功しているシングルとも言われる Baby は、ジャスティン・ビーバーにアメリカのビルボード200で47年ぶりにトップに立った最年少の男性ソロ歌手というタイトルをもたらしました。その後、不良というイメージが生まれるほど多くの事件やトラブルがありましたが、多くのパパラッチやジャーナリストによって誇張されていた事実が明らかになり、現在では思ったより質素で、多くの慈善活動に参加しているなど、多くの人々から愛されているスーパースターです。そして、彼はアメリカ国内でも有名な日本文化愛好者としてもよく知られています。Baby 以降のアジアツアーコンサートで日本を最初に訪れただけでなく、グラミー賞のステージでは素晴らしい忍者パフォーマンスを披露し、大きな話題を呼び起こしました。その後もコンサート、テレビ番組、休暇などで日本を頻繁に訪れ、日本に対する愛情を惜しみなく示しています。さらに2017年には日本国内のいくつかの広告に出演し、本格的に自分の姿を日本の大衆に知らせました。広告の撮影中には、当時流行していた PPAP のダンスを踊り、多忙なスケジュールの中でも笑顔を失わず楽しむ姿を見せました。このような彼の特別な日本への愛について、彼は日本になぜよく行くかって。日本は言葉で説明するのが難しい不思議な魅力があります、と述べています。彼の日本愛はこれだけではありません。SNS やインタビューを通じて、日本での楽しかった思い出を共有し、多くの人々を日本へ引き寄せました。多くのファンと人脈を持つ彼の影響力は非常に大きかったです。一度も日本に訪れたことがない彼の多くのファンだけでなく、エド・シーランやセレーナ・ゴメスのような彼と親しいアーティストも、ビーバーのおかげで日本の魅力に気づくようになったと告白するほどでした。そして2018年、彼の妻であるヘイリー・ボールドウィンも、彼の影響を受けて日本の魅力にハマった代表的な人物の一人です。主にアメリカ国内で活動していた彼女は、ジャスティン・ビーバーとの恋愛を始めてから、彼の日本への愛に大きな影響を受けたと言われています。誕生日、結婚記念日、クリスマスなどの記念日にはいつもビーバーが彼女を日本へ連れて行き、今では彼女自身も一人や友達と一緒に日本旅行を頻繁に楽しんでいると言います。世界的なセレブの妻であったため、彼女の日本愛も多くのメディアとファンから注目を集めました。彼女は昨年出演したあるトークショーで、毎年日本を訪れる特別な理由はありますか?という司会者の質問に、私がよく日本に行く理由は、以前は夫がよく日本に行っていたからでしたが、今はそこにいる日本人たちのためです。スターというのは、ファンや大衆の注目で生計を立てる仕事です。だから私たちのような人々は、トイレまで追いかけてくるパパラッチや、インターネットで噂を広げるファン、突然体に触れてくるファンを積極的に制止することはできません。しかし、日本を初めて訪れた後、私はアメリカとは違う日本人の態度に驚きました。私たちがレストランで食事をしていたところ、誰も私たちに気づいていなかったんです。だから、このレストランの人々は私たちを知らないのだろう、と思いました。そして食事が終わって店の外で記念写真を撮っていたら、店内で食事をしていた日本人の女性たちが礼儀正しく写真を撮っても良いかと尋ねてきました。もしここが日本でなかったら、私たちが食事中でも遠慮なく写真を撮り、サインをお願いされたでしょう。日本人だけが私たちを人として尊重してくれました。私はその日本の女性たちのマナーに感動して、東京で買ったお土産をプレゼントしました。もちろん、彼女たちにとっては日常的なものかもしれないが、私はとても感動して何かを贈りたかったのです。
私が引退して日本で暮らしたいほど、日本の文化、食べ物、音楽、日本人、そして日本に関する全てが好きです、と体験談を話しました。最初は夫について日本を訪れましたが、最終的には日本の魅力に惹かれてしまったわけです。ジャスティン・ビーバー、顔面麻痺の希少症候群を発症。昨年6月、一部の顔が麻痺するラムゼーハント症候群であると告白し、自らの悲痛な状況を明かしました。6年ぶりに予定されていた日本ツアーコンサートが控えていたため、愛してくれる皆さんに再び会うという約束を守れなくてごめんなさい、と言い、楽しみにしていたコンサートスケジュールをキャンセルして残念な気持ちを表明しました。普段から日本のファンの皆さんのために新しいイベントを準備したとか、東京ドームに再び行く日が楽しみだと興奮と期待を見せていた彼だったので、その不幸はなおさら倍増しました。そんな闘病生活によって再び活動を中断し、ステージから姿を消していた彼が、あるメディアによって日本を訪れているという事実が明らかにされました。最近、彼は非常に健康な状態で、妻と共に結婚記念日を祝って再び日本に訪れたそうです。京都で目撃された彼の姿からは、闘病で辛かった面影がすっかり消えていました。かつてのように明るく笑顔を見せることはまだできませんでしたが、ソファでゲームを楽しんだり、遊び場で素朴にブランコに乗る彼の姿は非常に安らかでした。そんな彼と妻は、京都各地を巡って幸せな時間を過ごしました。多くの日本のファンが回復した彼の姿を応援し、彼は SNS でありがとう、愛してます、とか、ジャスティンとヘイリーにとって日本は特別な場所なのかなと思うと胸が熱くなります。また来てね、と、自分を応援してくれるファンに感謝を表しました。しかし、彼らの幸せな姿に根拠のない非難と罵倒をする一団がいました。それは、中国人でした。ジャスティン・ビーバーは、中国で犯したいくつかの不良行為が一般の間で不満を引き起こしています。北京市文化局は数年前、ジャスティン・ビーバーの中国入国禁止措置を発表しました。世界的なスターの入国禁止措置は、当時、世界中のメディアの注目を集めました。しかし、中国当局はその入国禁止措置に対して具体的な理由を説明していません。ジャスティン・ビーバー以外にも、世界的なバンド、オアシスやマルーン5など有名な海外アーティストも中国のブラックリストに載っています。一部では、中国のこのような入国禁止措置は一種のスーパースター調教とも言われています。中国の指導部が好ましくない行動をするスーパースターに対して、中国に頭を下げるまでペナルティを与えるわけです。中国がこのような断固とした措置を取ることができる理由は、その巨大な国内市場の規模にありました。私たちにきちんと謝罪しない限り、これ以上中国でお金を稼ぐことはできないという無言の圧力でした。しかしその後、ジャスティン・ビーバーは中国とのいかなる交流も言っておらず、むしろ彼は、2019年のワールドツアーで、ベイビー、時代の人気を上回る全盛期を迎えました。中国という枷から解放され、世界的な人気を築いているジャスティン・ビーバーの姿に、中国人たちは自分たちの主要な武器であった、脅迫、が通用しなくなると、次第に怒りをあらわにし始めました。そして、有名なテレビ番組、公式の舞台でのインタビュー、ワールドツアーなど、いつでもどこでも日本に対する愛情を公然と示しているビーバーの姿に、中国人たちの劣等感と嫉妬がついに爆発しました。最近、ジャスティン・ビーバー夫妻が日本を訪れ、休暇を楽しんでいる姿に対して、彼の SNS には多くの中国人が無差別に批判し、その場を混乱させていました。中国のネットユーザーたちは、日本の文化は中国から派生した劣化版に過ぎない。偽物を楽しんでいるあなたたちが哀れだ、と、ジャスティン・ビーバーは中国での活動ができなくなったことを深く後悔しているでしょう、と、自分たちの怒りを表していました。しかし、世界の人々は、日本の文化が一流で、中国の文化が二流だと考えている、と、世界で最も多くの偽物を生産している中国がそのようなことを言うなんて笑える、と、日本の文化が好きなセレブからは新しい魅力と共感が感じられるが、中国の文化が好きなセレブからは嫌悪と反感が湧く。これが中国と日本の違いだ、といった形で、世界中の人々の批判が続出しました。世界中の人々が中国に対する鋭い感情を表明すると、困惑した中国人たちは自分たちのコメントを削除して逃げざるを得なかったです。地球上で中国に対して好意を抱いている国がないのは、中国人自身が一番よく知っているからでした。依然として日本のファンたちを温かく迎える彼は、日本が自分の第二の故郷だと言いました。中国人たちの無差別なテロ行為にもかかわらず、日本への愛情を隠さずに堂々と自分の信念を守っているジャスティン・ビーバーの行動を応援します。今日の映像はこれで終わります。
ご覧いただきありがとうございました。